函館市交通局3000系電車は1993年に登場した函館市交通局の路面電車車両である。1993年4月24日に27年ぶりの新車として2000型と同時に登場した。2000型を基本とする車体構造であるが、北海道の路面電車では初めての冷房装置及び回生ブレーキを搭載し、 側窓が一段下方式となっているほか、運行開始時の塗色が青地に白であった点が2000型と異なる。なお2016年現在では、車両前面のみ白地に黄緑色の帯が入る、交通部標準の塗装となっている。冷房装置は2万1000キロカロリー、H の CU776G1 系、ユニットクーラーを採用、また終電装置は PT7101。 レーシングルアームパンタグラフを搭載する。公募により、マリンブルー号3002号には、マリンブルー号にの愛称が付けられた。3004号車全車アルナ後期で製造された。大規模改修後の3002号運行開始から20年以上が経過し、車体床下,下の腐食などが目立ち始めたことから、2015年度から2019年度にかけて、函館市交通経営計画に基づき、 東京都の慶応重機整備にて、車体改修が実施された。施工時期は以下の通り。主な修繕、改良点は以下の通り。函館市電の多くの車両には、企業などの全面広告が施されているが、2019年10月以降、あたり形式は全面ラッピング広告の対象車両からは、外れ、車体側面のみ広告として使用できる。 部分ラッピング広告の対象車両となっている。2020年12月現在の各社に施されている広告主を一家に示す。ありがとうございます。